覚えてる運動会のお弁当早起きして作ってくれたあの卵焼き美味しかったなまた食べたいなそれでもお母さんはじめ学芸会はカエル役間違えちゃった泣きそうだったでもお母さん見つけた途端ほっとしたんだ今だから今だから言えるありがとう。いつまでもいつまでも元気でいてね。私がお母さんになってもずっと元気。お父さん覚えてる一年生の参観日早起きして来てくれたよねきっとお仕事大変なのに嬉しかったそれでねお父さん本当はね叱ってばかりで怖かっただけど自転車壊れた時は何も言わずに直してくれたかどこかでくじけそうになったら昔のようにしかって今だから今だから言えるありがとういつまでもいつまでも離れ離れになってもずっと元気